どうも、ロシェルです。今回の動画はなんと久しぶりのコラボ企画なんです。ネクスト3人と実況者のフォックス様とブレイブルーで遊んでいきます。今回ネクストはロシェル、ヒカル、カズの3人がプレイします。本編の前に皆様の簡単な紹介をしておきます。ロシェル、一応ネクストレベルグループリーダー、ジャンルを問わずゲーム実況をしています。最近ではゆっくりやリアル系統などの動画も頑張っているようです。ヒカル、生放送を中心に FPS や TPS のプレイ動画を配信しています。ネクストの配信の時では常時ネタに走りつつそれなりに攻略に貢献しています。カズ、FPS を中心にプレイ配信や実況配信などをしています。フォックス様、デッドオアライブエクストリームフォーチューンの鑑賞系動画や、ブレイブルーのストーリー動画、初見実況などを中心に行われているようです。皆様のチャンネル URL を動画の概要欄に貼っておくので興味のある方はぜひ。ネクストの3人は格闘ゲームをあまりやらないのでひどいところがかなり多いです。ですので生温かい目でご覧ください。では、本編です。はいどうも、ロシェルです。今見てもらっている画面こちらプレイステーション4のパーティー画面なんだけど、まあこう見るとおなじみの私ヒカさん、そしてちょっと読めない人、そしてフォックスさんが来ております。はい、ちょっと待って、これ今さパーティーの音声なんだけど聞こえてくるんだけど、ペロペロ音が。え、ペロペロしないよ俺。はい、というわけで、じゃあ上から順番を、自己紹介お願いします、ヒカさん。ヤッハーペロペロハーです。お前一遍死のうか。はい、次、カズくん。もう、よし、行くぞです。お前ら一遍マジで頭かち割るぞ。はい、で、今回はゲスト、黙れはい、というわけで、今回、ゲストで来ていただきました、フォックスさんです。自己紹介お願いします。はい、どうも、こんにちは。S フォックスと申します。とりあえず、この名前で、S のと F の間のハイフを抜いた状態でですね、YouTube で配信をしてたりとかしますんで。はい、まあ、動画の概要欄にありますんで、貼ってありますんで。はい。よろしくお願いいたします。これはもう3対1でネクスト VS フォックスさんね。3対1でよろしいでしょうか。ぶっちゃけますとこのパーティーの上位3人我々3人普段格ゲーやらないです。でフォックスさんはもう格ゲーオンリーの人なんで。さあさあさあ、おもうこれは3対1でよろしいでしょうか。え、ちょっと待って、さっき俺、バレットでボコボコにやられたんだ。いやいや、何のこと、いやいや、そんなわけない、そんなわけない。いや、勘弁してよ。3-1で、3-1で。3-1 で、ちょっと勘弁してよ。3-1で、3-1で。みんなネクストのはこっちで、皆さん。じゃあ俺、ランダムに入れば大丈夫。なんでそっち行くの。あなたそっち行くとあなたのセリカ敵になるとやばいんだけど。俺じゃセリカ使わないよ。ああ、オッケーオッケー。数入ってないんだけど。いや、俺こっち行くわ。あ、じゃあフォックスさんこっちに、こっちに。さあさあさあ、じゃあやっていこうか。22ということで大丈夫。じゃあ俺セリカ使わないから、じゃあ俺あえて見てまあお察しで、多分向こう白面とか入れてきたら俺ら負けるからね。白面使わないよ。白面じゃねえんだわ。ニューとかも来てもな、俺らのとこ負けるよ。おい嘘だろ、おガチでやりに来てるぞ向こう。ノエルとラムだ。次にノエルはどちら様が、ね、ってことは俺ノーダメでノエル倒してやらないと。おー嘘だろ、カズやれよ。俺にラムダと当たらせないでくれ。いや絶対当たるか。肩にはめればいい。でもカズくんが2人倒してくれないと。じゃあヒャッハーペロペロハーでやられた恨みをなんかボコボコにして返そうかなって。やべガチじゃねえかよこいつ。怖え。ラムダアクション。
さあ、ヒカさんが攻める。お、後ろに回った。筋肉の塊が、筋肉の塊が攻めております。さあ、地味にヒカさんのノエルは強いです。おら、さあ、筋肉が近づいております。筋肉のカウンターが入る。筋肉一撃がでかい。さあ、バーストを1回使ってしまう。おっと、ナイスガード。カウンターが入る。ゴリラの攻撃、ゴリラのラッシュが入る。これは入ったか、入らない。無理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 。そのカズ、よしよしよし、やれ、あいつのラムダ。俺そのままやれ。半分くらい削れるか。半分くらい削れ。ほとんど2対1じゃない。半分削れ、この勢いで。半分削れば、半分削れば俺頑張るから。開始直後にコントローラーぶん投げるから。さあ、上腕がムキムキのラムダと、あ、ラムダじゃねえよ。やだな、ゴールに入れたと。さあ、フル塗装。おっとおっと、これはまさか。あ、入った。おっと、バーストを使う。空中ダッシュでガードしながら突っ込めばなんとかなる。おっと、ゼロ距離に入った。削れ、そのまま削れ。やばいね、これは。お、ナイスバースト。さあ、ラムダにダイナメージが入る。距離を取った。おっと、ガードできない。投げに、な、おっと、投げに来ない。あ、投げられた。死んだ、これは。ナイスガード。なんでガードを崩した。一致。ちょっと待って、俺ラムダとでしょ。俺やりたくないんだけど、俺このラムダに難敗したことか。ゼロ距離にいればワンチャンあるけど、入れなかったら俺死ぬよ。あ、ロシャ君のバレットか、強いんだろうな。そういうふりいらない、そういうふりいらない。あの、我々3人は初心者ですからね、ブレイブルー。死にゲーゼですから、我々。なあ、さっきまで無双スタジオやってましたからね。俺今日ずっとフリーゲーやってました。いやー、やっぱり来た。立て直せないときついよ、これは。頑張れ。いやー、マジでつらい。無理。すえー、マジで。ちょっと待って、あなた明らかカズくんには手抜いたでしょ。そんなことないよ。本気本気。舐めっぱしないから。そして、あの、俺のコメント欄で物騒なこと言うのやめてくれる。本体でかいからね、カズくん使ってたの。さあ、じゃあ、まあ、こっから普通にやっていきましょう。正直言います、この中で一番弱いの俺です。俺じゃねえか。いや、そんなこと言うじゃねえかないでしょ。あれ、もうやめるの？俺じゃない。いやいや、普通にこっから。普通に、うん、あなたのマイルームじゃないだろう。さあさあさあ。正直言います。俺もう、ペロペロしてるわ。この人のこのラムダに勝てる自信ないからね、マジで。じゃあラムダ使わないよ。オレンジジュース？まさかの。オレンジジュース使ってください、じゃあ。お、主人公来た。あの、何でしたっけ、あの、顔の、ちょっと待って、忘れました。戦闘回数がおかしい。荒くね、俺らと違う。はいはいはい、そうですそうです。俺らと回数が違う、桁が違う。やっぱり詰めてきたか。うそ、これ入っちゃうと痛いんだよね。いやー、一回コンボ入ると本当にすぐバーストが切れるから辛い。ほぼノーダメっていう。いやうわうん、危ない危ない。いや、やべえ、やらかした。
いやーどうしても3発目で言いたくなっちゃうな、攻撃が。ブラッドサイスされちゃうと。嘘、なんで立て直せない。いってうわぁ、対空しに来た。超龍拳。さあ、これが初心者とガチの人の差です。むごい。じゃあベッドペロペロしてるわ。俺なんかラグだ、初心者も当然だから。ちょっとこの人あとリアル趣味に来てな。そうそうそう、なんか入ってきた。もう家族一緒のベッドで、ね、ワンベッド、ワンベッド。こう、空いてるよ、隣。あー、カズが俺の敵を撃ってくれることを信じて。俺は無理。いや、あなたセリカだったらワンチャンあるでしょ。いえ、だってスタイリッシュだもん。あれカズ、あの赤鬼はやばい、あの人のなんかね、うざい。攻撃食らってでもなんかそのまま耐えるんだもん。イラッとくるよ、やっててなんでダメージ入らねえの。入ってるけど、昨日は。さあ、カズは中年男性、続いて54歳男性をチョイスしましたね。ちょっと待って、この人なんで桁が全部2桁いってんの。ん、さあ、The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! なんか赤いスーツ別のキャラに見えるんだけど。カウンターカウンター。なんかかっこいいな、このお金。さあ皆さん、こっからはね、フォックス無双入りますんで、ね、さあ老人がボコられております。人聞き悪いこと言わないよ。フォックスさんが老人をボコっております。老人を真っ二つにしようとしますね。怖い怖い。お、入ったか。入らない。老人を切り裂きましたね。今顎ひげやりましたね。ひげ剃りましたね今。これ編集するのめんどくさそうだな。さあ割とね、二人ともガチでやってるせいでな、俺が喋らないといけないっていうこの辛さに。ハード。かっこいいな、この人のバスト。オオカミになっても一瞬ためがあるんだね、このキャラ。速攻のやつは、うん、あ、終わった。バイバイ。さあネクスト現状2連敗中です。さあここでヒカさんが、ちょっと待って、ヒカさんがいない。いた、下のベッドにいた。ハーデスつってる。さあヒカさん、我々の仇を。お前ギルティ持ってんのか。あ、カズジャートルデッドアライブやるか、ガチマッチ。夜やるか。ヒカルさんは夜強いかな。弱いよ。現状最強ヒカさんだから、俺らだからね。回転していいかな。この人のヒカがガチ選ばないと白面が来るぞ。いや、俺はランダムでやる。待て待て待て、誰が言う。ラムダをチョイスしようとしてるぞ、あの人。じゃあ、あなた普通に強いでしょ、テイヤ。また、あ、負け確定、負け確定。さあさあさあ、いや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 、スタイリッシュのね、こいつは、変態仮面は。変態仮面言うな。さあ、普通に言うけど、若干俺らもうみんなね、約2時間半にもわたる生配信の後にやってるせいで、結構疲れてる。やばい、残月とブランカの量産機が来た。いやー、あれで攻められるとイライラするよね。それ俺これでバレット殺されてるんだよな。つえ。まあ、ヒカヤンがスタンドを出しましたね。さあ、お互い攻撃が立てない。投げが入る、あのレンジを引き寄せる。
ちょっと守ったが投げを抜ける。投げ入った。痛い。筋肉ポンド。あ、終わった。ファイナル筋肉ドライブだ。いろいろ混ざったぞ、お前無理やり突っ込んだろ。こいつネクタイしてるぞ、よく見たら。筋に気づかなかったらネクタイしてる。あ、筋肉ポンド。この投げのダメージがおかしい、マジで。ダメージえぐつな。筋肉ポンド。さあ、投げ抜けが入らないとこれは無限に。筋肉ポンド。さあ皆さん、これが後に言われる初見狩りです。初心者狩りですよ。そう、初見狩りはまあ確かに。やべえ、うちの代表がやられた。うちの代表がやられた。いや、だってランダムでやってるもの。ロシェ君とはやったよね。やったね。ゲス。もうペロリスがまた出てきたぞ。はい、今回の動画は約25分ぐらいの動画にしようと思っています。ノエル練習してるからノエルで行こう。俺お前のその筋肉嫌なんだけど。下半身狙ってくるんだもん。下半身の骨やりに来るんだもん。怖いわね。え、下半身狙ってね、踏みつけやってくるからね。まったく、女性としての機能失ったらどうしてくれんの。ねえ、ヒカルの奥さん、ちょっと待って、声が出ない。声がかすれてる。もう何やってるの、あんなさん。それ何なの、このアクション。入ったろ。おお、入った。おお、一度か止めてた。ダメだ、まだ使えねえノエル。控えやんほど。え、あなた俺より強いでしょ。え、絶対みんなちょっと俺が静かなのはもうあれ、刺して。チュールピッピッピッ。なんでこいつだけ一人でこんなテンション高えの。いけ。いや、さっき一本飲んだからね。これやばい気がする。チュールピッピッ、チュールピッピッ、チュールピッピッ。来ないで。いやー強いわなあ。それやめて、その脇汗で。何それ、やば。カウンター技かよそれ。その程度なんです私。バレットレイン使えばいいのに。ああ、これがあるんか、忘れてた。え、なぜだ、ガードしてたのに。チュールピッピ、しゃがみガードだったんじゃない。あー、かもしれない。それ何、それ何。ダメだ。おお、我れシュールピッピ。知らねえよ、お前勝手にシュールピッピ極めとけ。ああ、なんだろう、ヒカヤンがパーティーにいるだけでちょっといつも2倍は疲れるわ。うん、さあ問題はここの壁なんだよな。ここの壁勝っても負けてもね、やりたくない相手なんだよね。もうさっきのバレットで負けたのがもうすごい心に来てるから。コスタリカ行きて、とりあえずコスタリカ行きて。おい、やめろよ。やばいよ、これ惨劇が起こるよ。
これ本当にむごいことになるよ。おっちゃんこしてるからいいよ。いや、やだ、この人とやりたくない。近寄っちゃいけないのは分かっている。痛い。おら、なんで？おら、やだよ、やだよ、やだよ。おら、ライトニングストライクだ。やべえ、抜けられねえ。おら、なあ、えぐいよ、えぐいよ、セリカのスタイリッシュ。怖いよ。はい。はい、怖いよ、はい、怖いよ、はい、痛い、やばい、逃げて、おら、痛いよ、ライトニング、やばい、えぐいソラコンですね。やだ、俺こいつとやんの。なんでだよ、ライトニングストライク。いや、吹っ飛べたのが。ライトニングストライク、うら、ライトニングストライク。このライトニングストライクがマジうぜえ。あー、どうだ。あ、まあ、せめてノーマルだよな。スタイリッシュはないわ。こいつのスタイリッシュ本気で強すぎる。いや、おスタイリッシュしか使えないです、正直言って。イエーイ。いや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 、いや使えないんだったら練習するべきですよ。やだ、ヒカヤンとやりたくない。ヒカヤンとやりたくない。もう その一戦やったらパート区切るから。一応見ようかな。なんだろう、ちょっと編集するとパソコンが壊れるんじゃないかっていうのがちょっとこの間からトラウマになりつつあるよね。皆さん、ついに言うけど、壊れたパソコン軽く60万してるからね、本体だけで。まあ、本当にいろいろとね、のっけ替えでちょうどよかったんだけどね、いつまでたってもパーツが届かない。さあ、もう明らかフォックスさんは体力回復する気満々ですね。あれ筋肉で筋肉。何にするか迷ったよ。顎出てんな、本当。しゃくれすぎでしょ。いや、だってザンギエフとね、あのブランカの。さあ、あと10日もね、私ね、春休みあるんだけどね、こんだけ休みが続くとだれるよね、学校行くの。なんかね、あのテイが結構離れているのに投げられるってよく分からない判定だからね。重いな、テイが一撃。ラグナは HP が一番低いんで、もしかしたらそのせいでよけキモいよ、控え動きが。投げられるぞ。予想ついた、本当に。これ痛いな。あ、カーレージザーにも HP 回復の判定あるんだ。なんだその下段攻撃。怖っ。怖っ。あなたはいつもそれを我々にやってるんだよ。いや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 。多分今ね25分ぐらいなのかな。意外にテイがレンジ長いな。ショートレンジに見える。あ、この最後のブラッドサイズ痛いね、やっぱ。結構な回復と叩きつけで。はい、お、抜けた。あー、もうむごい、これはむごい、むごいぞ、これはひどい、やりに行った、ひどいな、これは。おいや、だって、あー、もう腰が痛い。はい、というわけで、今回の動画はこれにて終了させていただきます。というわけで、今回はフォックスさんをゲストに迎えてきました。いやー、ありがとうございます。はい、お邪魔いたしました。
まあこの後何パートか撮るとは思うんだけど、まあ我々ネクストレベルのチャンネルはそれぞれのチャンネルにネクストレベルっていう枠があって、それぞれのチャンネルに飛べるようになっております。俺とヒカヤンとオラフのページかは公式ブログに飛べます。でチャンネルの動画の概要欄、あと今回からチャンネルの概要欄にフォックス様のいつもお世話になっている実況者様のところにフォックスさんの名前とか貼っておきますんで、そちらから飛んでいただければフォックス様のチャンネルに行けるようになっていると思います。では皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you next time、 また会おうぜ。じゃあなー、あ切れてね、マウスも出てねえや。ちょっと待ってね。はい、じゃあ次の動画で、じゃあな。